自由の時代のスウェーデンをフレドリク一世スウェーデンとフィンランドの歴史における自由の時代とは1718年のカール12世の死に始まり1772年のグスタフ3世のクーデターで終わる半世紀にわたる議会統治とそれに伴って公民権が拡大した期間を指す君主制から議会制への移行は大北方戦争の帰結として王権が 大幅に制限されたためであった。議会制とは言うものの、当時の議会は身分制であり、貴族、聖職者、ブルジョアジー、農民の四部会であった。実際には、農民は代表権を持ってはいたものの、その影響力は不当に抑えられていた。また、課税財産を持たない、一般市民にはそもそも参政権がなく、強敵な議会制とはほど遠いものであった。スウェーデンでは、 1697年に、カール十一世が崩御すると、その息子カール十二世がわずか15歳で即位した。若年のため五人の摂政がつけられたが、摂政の影響力に不満を感じた議会は、カール十二世の申請を求め、カール十二世はそれに応じた。スウェーデンの大国化に反発する、デンマーク・ノルウェー、ロシアツアリ国、ザクセン選定考領は1699年に、 北方同盟を結成1700年には大北方戦争が始まった。カール12世は自ら前線で指揮を取り、開戦わずか半年後にトラベンタール条約でデンマークノルウェイを1706年にはアルトランシュテット条約でザクセン選定考領を屈服させるなど初期の戦いを有利に進めていた。しかし1718年に フレドリクスハルド要塞法囲戦でカール十二世が流れ玉に当たって戦死するとスウェーデン国内ではその後継者争い北方同盟側では領土の分配をめぐって内部対立が起こったこともあり和平工作が進められた1719年2月20日と1720年2月1日のストックホルム条約によりハノーファーはブレーメント・フェルデンをプロイセン王国は シケチ,チンをそれぞれ手に入れた。1720年7月3日のフレデリクスボー条約により、デンマークは流言島のほか、ペーネカワイ北のポメラニア北部とビスマールをスウェーデンに返還する代わりに、スウェーデンは60万リクスダラーの支払いと、ホルシュタインゴットルプ系の支援打ち切り、エールスンド海峡通行税の免除と権返上を約束した。 ロシアとの和平は1721年のニスタと条約で成立し、スウェーデンはロシアにイングリア、エストニア、リボニアとフィンランドのケックスホルム県及びビボルグ城を割上し、200万リクスダラーの賠償金を支払う、代わりにビボルグ一世、カキサルミー北のフィンランドを回復した。フレドリク一世とウルリカエレオノーラカール十二世が戦死したことを受け、スウェーデンではその妹、 ウルリカイ・レオノーラが女王に即位した。その後もロシアとの戦争は続いたが状況はスウェーデン不利になる一方で1721年に不利な内容のニスタット条約を締結して講和することになった。その間、1719年から1720年にかけて議会が王権を極度に制限し議会に権力を集中させる新憲法を制定した。 ウルリカエレオノーラはこれに反発して退位するが、すでに議会との合意でその夫フリードリヒが多い継承者に決まっており、フリードリヒがフレドリク一世として即位した。新憲法の下でスウェーデンは、貴族、聖職者、ブルジョワジー、農民の4身分からなる身分制議会による議会制を敷くこととなったが、4身分のうち3身分が合意しないと法律が制定できなかったため、 4身分がそれぞれ利害をめぐって反目する状況では、国力が減退する一方であった。各議会は、会期初めに選出された議長が取り仕切ったが、聖職者部会の議長は大司教が務めていた。貴族部会の議長は、議会から選出される、秘密委員会の議長も務めた。秘密委員会は、貴族50人、聖職者25人、ブルジョワジー25人で構成される場合が、 大半だったが、稀に、農民25人も加えられた。秘密委員会は最高行政機関としてのみならず、最高司法機関及び、最高立法機関としても機能しており、リクスダーグに提出されるすべての法案を準備し、各省庁及び、外交政策の統制も担当した。議会が閉会中の場合は、数密院が代わって、行政権を握ったが、 スミツインも議会にのみ責任を負った。このように国王の立ち位置はほとんどなく、元首というよりもむしろ飾り物程度の扱いでしかなかった。王権と言えるものはスミツインに一票を有することと、大冠式の一度限りで貴族を創価できる程度であった。アルビドホルン大北方戦争に敗れたスウェーデンは荒廃しており、1719年より政権を 握った最小アルビド・ホルンは慎重かつ厳密な管理を持って荒廃した国の復興を進めた。ホルンはスウェーデンが大陸欧州の情勢に振り回されないようスウェーデンの伝統的な外交政策を覆してフランス王国と距離を置きグレートブリテン王国との接近を図った。この外交政策により20年続いた戦争の後に20年にわたる平和が訪れスウェーデンは 急速に復興した。しかし、復興により戦争の参加は忘れられ、ホルンの奇跡も顧みられなくなり、政治家の権力闘争が始まった。1719年以降、少数の大貴族が多くの弱小貴族を影響下において、所領を安堵するようになると、その中から、自然発生的に、カール・ギレンボリやカール・グスタフ・テシンのような野心的な指導者が現れるようになった。 彼らは、ホルンダが、スウェーデンの栄光を犠牲にし、平和に安住して、民をむさぼるものであるとして、ナットメッソルトと呼んで揶揄した。それに対して、自らは、栄光ある繁栄を追求する志士であるとして、シカンダが着用する三角棒に力強さを固くして、ハッタナ塔と名乗った。こういった一種過激なレッテルはすぐさま大衆の注目を浴び、 1738年にリクスダーグが召集された時には、党派のシンボルとなっていた。1738年のリクスダーグではホルンが失脚して引退を余儀なくされた。ホルンは二流国に転落したスウェーデンにとって、フランスとの同盟は2が重すぎると認識して、それを回避したが、ホルンを失脚させた、ハッタナ党にとって栄光なき繁栄は価値のないものであった。 その代わりに、フランスとの同盟をテコに、スウェーデンを以前のような大国とすることで栄光ある繁栄を目指した。一方のフランスは、北欧に自国の地方を維持するため、ハッタナ島に惜しみなく資金を投入した。カール・エミール・レーベンハウプと政権を握った、ハッタナ島の最初の失敗は1741年から1743年までの対路戦争である。 新生ローマ皇帝カール六世とロシア女帝アンラがほぼ同時に死去したことでヨーロッパ情勢は混迷を深め対ロ戦争計画を仕掛ける好期であるように思えた。メッソナトは海戦に頑強に反対したが1740年のリクスダーグではロシア領フィンランドへの侵攻計画が請求に進められた。スウェーデンは1741年7月20日に ロシアに対して戦線布告し、1ヶ月後には、リクスダーグが解散。発タな島所族の貴族部会議長、カール・エミール・レーベンハウプトは、軍の指揮を取るために、フィンランドの前線に向かった。スウェーデン軍は1740年のうちから、戦争準備をしていたが、戦線布告の時点ですら十分な準備ができていなかった。このため、フィンランドに侵攻するどころか、逆に、 ロシア軍に帰戦を制され、戦線布告から6ヶ月後にビルマンストランドに侵攻されるありさまであった。この戦闘から6ヶ月間戦闘が全く起こらず、その後にサンクトペテルブルクでフランス大使の朝廷により休戦協定が結ばれた。休戦協定の期限が切れるまでにスウェーデン軍の士気が大きく下がり、敵襲があるという噂だけで、 パニックに陥ってヘルシンキまで配送するほどだった。結局、年末までにフィンランド全土がロシアの手に落ちた。スウェーデン艦隊は戦線復刻前から展開していたものの薬病に襲われて何の役にも立たなかった。このような戦況からすれば、翌年のリクスダークはハッタナ島にとって裁判も同然の状況であった。しかし、ハッタナ島は リクスダーグで最重要課題として、王い継承問題を持ち出し、戦争責任に関する議論を回避した。ちょうど前女王ウルリカエ・レオノーラが1741年11月24日に亡くなり、その夫フレドリク・一世も、高齢で、夫妻には子がいなかったからである。そこに、ロシア女帝エリザベータがウルリカエ・レオノーラのいとこで、 ホルシュタインゴットルプ家公師のアドルフ・フレドリクを多い継承者とするなら、フィンランドを返還しても良いと持ちかけたことから、ハッタナ島は、湿地回復と名誉挽回の後期として和平交渉のテーブルについた。結局、1743年5月7日の応募、条約にエリザベータの提案が入れられ、フィンランドは南部のキュミカワイ島を除いて、スウェーデンに返還された。 1751年3月には、フレドリク一世が崩御した。スウェーデン王、アドルフ・フレドリク、アドルフ・フレドリクの治世では、先代よりも情勢は落ち着いていたが、プロイセンのフリードリヒ大王の妹でもあった王妃、ロビーサウルリカはあまりにも王権が制限されている、ことに強い不満を持ち、その子息に啓蒙先生君主たり得る資質を身に、つけさせるよう教育に力を入れた。 ロビー・サウルリカは1756年には、数人の王党派貴族の協力を得て、君主制革命を起としたが、あっさり鎮圧されてしまった。このクワ立ては、アドルフ・フレドリクの預かり知るところではなかったが、彼も、その攻めを負うことになり、王権もさらに制限されることになった。ハッタナ党は、国内政治においては、君主制革命の鎮圧に成功したが、一方で、 外交政策については、ほころびが目立つようになった。スウェーデンは、フランスの先導もあって、ポンメルンの奪還を狙って7年戦争に参戦した。ジュプロイセンは、ザクセン、シュレジエン、東プロイセンで先端を開いており、わずか1万7000の兵力でも、ポンメルンを占領できると見込んだのである。しかし、これは、破滅的な結果をもたらした。 フランスからの資金援助は6週間分の戦費に過ぎず、実際にスウェーデンが費やした戦費には全く不足していた。結局、多大な戦費を費やして4万人もの将兵を失ったにもかかわらず何ら得るものなく、講和を結んで停戦した。1760年のリクスバーグでは、発端な党への風当たりが極めて強く、徹底的な球団は避けられないかに思われたが、卓越した。 議会戦術で20ヶ月の会期を乗り切り、さらに4年間の政権を確保した。しかし、ハッタナ党の名脈はここまでで、1765年のリクスダーグではメッソナ党が政権を握った。メッソナ党の指導者、トゥーレル・ドベックは、ハッタナ党のフレドリク・アクセル・フォンフェルセンを抑え、大多数の支持で国会議長に選出された。また、秘密委員会の100議席のうち、 ハッタナ党の議席はわずか10に止まった。メッソナ党の議長、トゥーレルドベック・メッソナ党は、ハッタナ党の弱点をつき、直ちに予算執行報告書の作成を命じた。この結果、ハッタナ党政権ではほとんど思いつきで多額の支出が行われ、粉飾も行われていたこと、さらに長い政権期間中には、国際残高が増大し、しかもその1、 三は召喚のためのものであることがすぐに明らかになった。このためリクスダーグでは、債務再編が集中的に議論され、禁縮国会と呼ばれるほどであった。メッソナ党は、債務残高を半減させることに成功し、歳入と歳出の間に一定の均衡が見られるほどになった。メッソナトは、様々な改革を行ったが、 中でも1766年に制定された出版自由法は報道の自由を保障するもので、これは現在でもスウェーデン憲法の一部をなす基本法の一つとなっている。しかし、メッソナ等の最重要政策はフランスの影響を減ずるためにロシア帝国との関係を強化することであった。もはや大国ではなくなっていたものの、スウェーデンには未だ大国としての多くの責務が課せられていた。 スウェーデンとの同盟は、たとえその価値が暴落していたとしても、国際社会では、それなりに意味のあるものであったからである。これはスウェーデンが一年の半分は雪に閉ざされ、実質的に不可侵となること、大陸に持つスウェーデン領ポメラニアが、神聖ローマ帝国の中心部に食い込んでいること、フィンランドがロシアに組みしない勢力にとって、ロシア帝国の首都サンクトペテルブルクを伺う拠点と、 なることなど、地政学的な価値が極めて高いことによるものである。このため、防衛同盟や海洋国家との通商協定締結にとめ、慎重に中立を保つことは、スウェーデンの基本的な安全保障政策であり、これは元よりメッソナ島が常に重視していたことでも、あった。しかし、ハッタナ島が北方におけるフランスの派遣の代弁者となっていたことから、 若いメッソナ党員は、フランスの影響に対抗し得る強力な相手と同盟を結ぶべきだと主張するようになった。しかし、ブリタニカ百科事典第11班によると、ロシアとの同盟は、フランスとの軍事同盟よりも危険しすべきことである。すなわち、フランスはスウェーデンに直接危険を及ぼせるほど近くは、なく、フランスもスウェーデンとの同盟において、 スウェーデンの勢力をできるだけ強く維持するよう注意を払っていた一方、ロシアはスウェーデンを味方につけるよりもむしろ将来支配下に置くことを目論み、古くからライバル視していたためである。ところが結局、メッソナ党はロシアと同盟を結ぶことを決定してしまう。ハッタナ党の議長フレドリク・アクセル・ホンヘルセンメッソナ党政権は長くは続かなかった。国民は、 メッソナ党が行った改革による弊害にあぐみ、街にはメッソナ党の政策を封止するパンフレットが溢れるようになった。メッソナ党は自らが制定した出版自由法のため、これらの封止文を取り締まることもできず追い詰められていった。スユミツインはリクスダーアグで定めた禁粛措置に対するすべての抗議行動は罰金、または 金庫刑にショストした命令を発布して対抗したが、アドルフ・フレドリクは、この命令への署名を拒否した。アドルフ・フレドリクは、王大使、グスタフの提案を受け、スミツ密院議員に対して、危機を緩和するため、臨時、リクスダーグを召集することを求めた。メッソナ等が牛耳るスミツ密院がこれを拒否すると、アドルフ・フレドリクは、退位を宣言した。 これにより1768年12月15日から21日まで、スウェーデンは無政府状態に陥った。その後、スウミツインが譲歩すると、リクスダーグは1769年4月19日に召集されることになった。ハッタナ島は、リクスダーグ開会前夜に、フランス大使館で総会を開催した。フランス大使。 モデル伯爵は、ハッタナ党に対して憲法を改正し、君主制を強化した場合に600万リーブルを提供すると約束した。一方、ロシア大使イワンオステルマンは、メッソナ党の顧問権会計を務めており、メッソナ党員を大々的に買収した。メッソナ党はこれを受けて、ロシアを排除することに投票するのであれば、ロシアからの報復を受けるであろう、と公然と脅迫し、 さらに、ストックホルムの代わりに、ロシア艦隊のアクセスが容易なノーショーピングで、リクスダーグを開くことで劣勢を乗り切ろうとした。しかし、4月19日にノーショーピングでリクスダーグが、招集されると、メッソナ党は4身分すべてで少数派になっていた。リクスダーグの議長選挙では、フェルセンとルドベックが、再び激突し、今度は、ロシアの買収にもかかわらず、フェルセンが、 ルドベックに234票差で勝利した。メッソナ島もわずかながら抵抗し、ロシア、プロイセン及びデンマーク大使から、ハッタナ党による、いかなる、報復にも抗議するという共同声明を取り付けた、ものの、これも、政権崩壊を早めるだけに終わった。メッソナ島の数密院議員らは、弾劾を免れるために一斉に辞任し、代わって、ハッタナ党員がその地位を占めた。 6月1日、リクスダーグは首都ストックホルムに場所を移して開かれた。すると、フランス大使と王大,大使グスタフは新たな数密院議員らを前にリクスダーグ開会前に行った憲法改正の約束を果たすよう求めたのである。しかし、議員には約束を果たすつもりはなく、結局、リクスダーグは1770年1月30日に 何も決められないまま混沌のうちに閉会した。グスタフ3世のクーデターの首謀者の一人、ヤーコプ・マグヌス・スプレング・ポルテン国王、アドルフ・フレドリクは1771年2月12日に死去した。国王の崩御に伴い行われた選挙では、メッソナ党が勝利したが、農民部会では僅差に勝利したに過ぎず、貴族部会では、ほとんどの議員が、ハッタナ党を支持した。 いずれにしても、議会は、新王グスタフ3世の到着まで何もできず、また、グスタフ3世が、どちら側に着くか予想ができなかった。実際には、グスタフ3世は、ハッタナ島とメッソナ島に知らせずにフランスとの同盟を、更新しており、グスタフ3世が、申請に成功した場合にフランスは1772年1月より、毎年150万リーブルの援助金を支払うという、 約束も取り付けていた。そして、グスタフ三世は、ストックホルムに到着すると、競技委員会を開いて、メッソナ島とハッタナ島の調停を試みた。しかし調停は失敗。メッソナ島とハッタナ島は、大幹式の先生分をめぐって争った。メッソナ島が提案した、先生分では、退位が禁じられるほか、四部会すべてによる決定では、 なく、四部会の多数による決定に従うとされたが、これは、メッソナ党が、貴族部会を無視して、政権を握るための変更であった。さらに人事において、主に能力で決めるのではなく能力、のみで決めるという条項により、貴族特権も削ろうとした。結局、先生文をめぐる葬儀は1771年中には、収まらず、グスタフ3世が、 再び朝廷を試みるもブルジョアの抵抗にあって失敗した。やがて貴族が争い疲れて1772年2月24日に譲歩するとメッソナ島は今度はハッタナ島最後の重鎮であるスユミツインを攻撃4月25日にスユミツインを廃止に追い込んだ。ここに来てグスタフ3世の王権が完全に消え去ったが ヤーコプ・マグヌス・スプレング・ポルテンがクーデターを持ちかけてきた。グスタフ・三世は、スプレング・ポルテン、ヨハン・クリストファー・トール、王帝カールの助力を借りて、クーデターを成功させた。そして、1772年8月20日に、新憲法が制定され、王権が強化されたことで、自由の時代は終焉した。ありがとうございます。